あら？うわあれ？うわお！大変だ！大変です！キュアホイップたちがスイーツパクトに閉じ込められちゃった。早く助け出してあげないといけないですね。キュアホイップたちをスイーツパクトから助け出してあげよう。まずはこのスイーツパクトから。このスイーツパクトには誰が入ってるのかな？開けてみるよ。あ、このスイーツパクトにはキュアマカロンが入ってたよ。キュアマカロンを袋の中から取り出して、スイーツパクトのこの下の部分には何が入ってるのかな？あ、これはシールだね。わあ、かわいいシール。マカロンって書いてある。わあ、猫ちゃんの絵にかわいいマカロンの絵。シールを貼ってみるよ。ペタッと。このかわいいシールもここにペタッと貼って蓋をして、よいしょ。この袋を開けてみるよ。袋をハサミで直近。この小さいのは、わあ、かわいい小さなマカロンだね。小さなマカロンにこっちはマカロンを乗せる台かな。この台にもシールを貼っていくよ。ここにシールをペタッと貼って、この猫ちゃんのかわいいシールもここに貼っちゃうよ。うん、かわいい。横にもシールをぺったり。こっち側にもシールを貼って、じゃーん！マカロンを乗せるショーケースの出来上がり。ここにマカロンを2つ乗せれば、キュアマカロンのマカロンショップ出来上がり。とっても美味しそうなマカロン。キュアマカロンもとっても可愛いね。このスイーツパクトにはキュアマカロンがいたよ。他のスイーツパクトはどんな風になってるんだろう。開けてみよう。このスイーツパクトの中には誰がいるのかな。開けてみるよ。わあ、このスイーツパクトの中には袋に入ったキュアショコラ。袋を開けてみるよ。キュアショコラは小さくなってもかっこいい。この下には、わあ、
いろんな小物とシールが入ってました。チョコレートって書いてある。これもお店屋さんになるのかな。シールを貼ってみるよ。ペタッ。ペタッと蓋を閉めて、この袋も開けてみよう。これは一体何かな。わあ、棒についているのはワンちゃんの顔をしたチョコレート。かわいい。もう一つも、ああ、すごくおしゃれなチョコレートだよ。これはチョコレート屋さんなんだね。チョコレートを置くチョコレート台にシールを貼ってみるよ。よいしょと。チョコレート台の横にもシールをペタッ。こっちにもシールをペタッと貼って、ここにチョコレートを刺せば、やったー、キュアショコラのチョコレートショップ出来上がり。とっても美味しそうなチョコレートを食べたいな。このスイーツパクトはキュアショコラのチョコレート屋さんでした。こっちのスイーツパクトには一体誰が入ってるのかな。開けてみるよ。あれ、ここにはなんとペコリンが入ってました。キュアホイップだと思ったらペコリンが入ってたよ。ペコリンを袋から出して、ここから出てくるのは、うわぁ、美味しそうなドーナツ。それにかわいいシール。ペコリンの奴隷だって。これはペコリンのドーナツショップだね。ドーナツって書かれたシールをペタッと貼って、このシールもペタッと貼っちゃうよ。袋をちょきっと切って、ドーナツを取り出します。うわぁ、美味しそうなドーナツ。そしてこのトレイにシールを貼ります。うん、かわいい。トレイの上にドーナツを乗せて、ペコリンのドーナツショップ出来上がり。ペコリンもニコニコだね。最後の一つ、このスイーツパクトには誰が入ってるかな。開けてみるよ。うわぁ、中に入っていたのはキュアパルフェ。とってもかわいいね。袋から取り出して、うわぁ、
お洋服も素敵。この中には、あ、これはパフェかな。そしてシールも入ってました。シールを貼って、蓋をして、袋をちょきっと切って、あ、このお星様は椅子かな？そしてこっちは机？もう一個の紫色のものはパフェだね。このパフェにもシールを貼って、それから机や椅子にもシールを貼っていくよ。これは机にペタッと、そしてこっちのお星様のシールは、お星様の形をした椅子にペタッと。シロカルフのパフェ屋さん出来上がり。とっても可愛いパフェショップだね。うわぁ、みんなスイーツパクトに閉じ込められちゃったと思ったけど、それぞれスイーツパクトのお店になってたんだね。かわいいなぁ。ほんと、どれもすっごくかわいいですね。でも、不思議に思ってることがあります。私も。キュアホイップって一体、どこに行っちゃったんだろう。謎ですね。でも、全部かわいいから、ま、いっか。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。Thank you.